風呂も面のいい女も近くにいて、もう100点の生活なのになんか足りない気がする。なんかあったか、マジでマジのゴール。あいつはきっと復讐的なあれだ。あいつらは家族を守ること。マキマさんもなんかあんのか。マキマさんも胸揉んでみて。とっくの昔に俺には無理だと諦めてたけど、今のまともな仕事してる俺なら揉めるんじゃねえか。いきなり女抱くのは俺には難しい。でも胸なら強い意志と行動力がありゃ揉めるんじゃ。お前以外全員本気なんだよ。そういうことだったのか。見つけたぜ、俺の本気、俺のゴール。それは胸だ。胸だ。おい、話聞けバカ。